ダメよ、わかってるでしょ。せっかく取り付けたシールドが無意味になるわ。悪いけど、お姉様には合わせられない。強制送還って言ってたのね。どういうこと？俺にもよくわからない。ベルダンディも理由は聞かされていないみたいなんだ。天上界で何か起こってるらしいとは言ってたけど、神様の命令には逆らえないって。いいわ、私が神様に直接聞いてみる。二級神管理限定ウルド、回線をつなぎなさい。答えなさい、私を誰だと思っているの？なんとか言いなさい。ダメだわ、事務所の回線につながらない。ベルダンディ、さっきはきついこと言ってごめんよ。君があそこまで言うんだから、きっとよほどの事情だよな。俺、待ってるよ。君が帰ってきても、来なくても。何言ってるの。このままじゃあの子ずっと落ち込んだままよ。それでもいいの？それは。じゃあ私のすることに協力するわね。何をする気よ。いい？この桜の木に封印されたエネルギーに惹かれてバグが来るわけよ。もしそのバグの影響によるシステムの歪みが原因であの子が呼び戻されるのなら、バグを引き寄せているエネルギーを断ってしまえばバグが来なくなるし、システムを直ってベルダンディも帰らなくて済む。まさに一石三鳥よ。そんな簡単な問題じゃないわよ。だいたい封印を消すってどうするの？私の見たところかなり強力な封印よ。簡単簡単、この封印と同じエネルギーをぶつけて相殺してしまえばいいのよ。どこからそんなエネルギーを。まさか、キューが…シー、声がでかい。勝手に究極魔法陣を使うなんて、重大な規定違反だわ。なーに、バレなきゃいいのよ。あんたはさっさとここにあった設定値を出すのよ。あの計算ってものすごく時間がかかるのよ。いい、あと2日しかないんだからね。ゲートが開くまでに、なんとかするのよ。本当にこれでいいのかしら。Thank you.
次のバイトまで30分はあるな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。何かお探しですか？よろしかったらお出ししましょうか。こちらのプラチナダイヤリングはクリスマス向けの新作で、特に恋人に買っていかれる方が多いんですよ。いかがですか？あ、どれもおすすめですよ。彼女の喜んだ顔が目に浮かぶな。いや、今日は見に来ただけですから。ありがとうございました。どう？なんとか作れそう？ふぅ。設定はもうすぐ終わるんでしょ？でも実際に図形を作る時間を考えたらギリギリね。何をしているの？行く！ベルダンディ。あ、いいや、ちょっとほら、急がないとセーター間に合わなくなっちゃうわよ。あの子変に鋭いんだから。じゃあ続きを始めようか。どうしたの？間違えて主電源切っちゃった。バックアップ取ってあるの以外はプワー。はい、森里です。ベルダンディ、俺だよ。ゲイチさん。今バイトの途中なんだけど、遅くなるから晩ご飯作らなくてもいいからね。そうですか。ごめん、君の近くにいたいんだけど。まあ帰ってもどうせ顔見られないから同じか。そうですね。じゃあまた。ケイチさん、気をつけて。ベルダンディ、夜間。あ、いけない。疲れてるんじゃない？ちょっと休んだ方がいいわよ。あ、ゲイチさん。
ケイチ。やれやれ、世話を焼かすわね。これで少しは体力が回復するはず。私にはこれくらいしかしてあげられないけど。姉さん、これを圭一さんに。帰った途端にバタンキューよ。君にずっとそばにいてほしい。私は圭一さんが必要とする限りずっとそばにいます。そう、俺は君にそばにいてほしかった。圭一さん、圭一さん、楽しかった。それからずっと昔からの幼なじみのような、そんな感じさえするんだ。幼なじみ？約束だよ。約束は守らなくちゃいけないわ。たとえどんなことがあっても。プレゼント、ベルダンディに似合うだろうな。指輪？指輪欲しいの？そう、あの時君が悲しむ顔は見たくないから、俺は記憶が戻りかけてる。お願い、間に合って。今ならまだ。明日には必ず渡すから、それまで待っていてくれ。絶対届けるから。あとは魔法陣を作るだけだわ。ねえ、お姉さまに見つからないかしら。そんなことは問題じゃないわ。いい？これはベルダンディのためにやってるのよ。そう、そうよね、お姉さまのためよね。そうよ、分かってきたじゃない。
大体ベルダンディが帰っちゃって私だけが残ってもつまんないし。ああ、それが本音ね。自分だけ帰れなくて残されるのが嫌だから二人に協力してるのね。ベルダンディのためだって言ったでしょう。わはっかわよ。さあ魔法陣を作るわよ。我と共にある意志ありし者よ、我が元に集え。極むる者の真の姿のために、礎となる者に光あれ。ベースはできたわよ。じゃあ磁場を安定させるプログラムに入るわ。この間の学園祭あの時圭一さんお財布忘れちゃって、だけど圭一さんみんなからサービスだって持ちきれないくらい私には持って帰れない。やっと会えたのに。よし、あと一件。待っていてくれ。必ず時間までに帰るから。きっと届けるから。神様。これだけはお許しください。私のことが圭一さんの中から消えても形だけは。あと20分。お客様、開店は10時となっておりますので。あ、お客様。よかった、まだあった。すいません、この5万8000円のをください。お急ぎですか？時間がないんです。そうよね、今日はクリスマスイブだものね。わかりました。少々お待ちください。こちらですね。消費税が入りまして、59,740円になります。あ、
お客様、お釣りが。じゃないの？こんなもの作って何をする気なの？いい？これはあなたと圭一のためなの。あの封印とかいうものをこの魔法陣で強化すれば問題は解決できるのよ。ダメ、ダメなの。こんなことが神様に見つかったらあなたたちまで処罰を受けてしまうわ。私一人が帰れば済むことなの。これは私の罪なのだから。ああ。ベルダンディー。よかった。もう会えないかと思った。ベルダンディ。約束が果たせるんだ。私だって忘れてない。あなたと約束したわ。二度も約束したわ。君は約束を守ろうとしてくれたよ、精一杯。だから俺は約束を守らなくちゃいけないんだ。魔法陣。ああ！
ゲートが消えてる。スクルド、いつまで寝てるの。アイスクリーム。精神が真相の方に埋没してる。このままじゃ生きてるとは言えないわ。私が潜って引き上げます。そんなダメよお姉様、危険すぎるわ。外部からの刺激に万が一反応したらお姉様は。行きなさいベルダンディ、あんたは行かなきゃいけない。どうせ止めても行くだろうしね。そう、光。暖かくて柔らかな光。そんな光の中に一人の女の子がいたんだ。女の子は自らをベルダンディと名乗った。そんな不思議な出会いに俺は何の疑問も抱かなかった。それは彼女が風のように自然だったから。夏の一週間、それは一年のように充実して、一日のように短かった。でもそれはしてはいけない約束。地上に降りるとき、神様に禁じられた約束。女神である私には些細な約束でも契約としての効力がある。まだ資格を持たない私にはそれは重大なる規定違反を意味した。知っていたら、あんなことになるって知っていたら、約束なんてしなかった。わ、私の受けた罰、それは私の手であなたの記憶を消すこと。聞いてしまった。もし消さなければ契約違反で君が消されることを。だから俺は、だからあなたは記憶を。
してと。僕は思い出してみせるよ。またベルちゃんに会えたら。あなたはそう約束してくれたけど、私には約束はできなかった。でも私は願った。強く強く。もし資格を取ったら、またあなたに出会って、今度は約束を果たしたい。そしてあなたは思い出した。約束通り。でもこの記憶は消えてしまう運命。もう二度と思い出すことはないでしょう。でも私は今ここにいる。それは決して消えることのないあなたとの約束。そうだ、強制送還は？それがゲートが消えてしまって。でもしばらくすればまた。神様からだわ。一級神二種非限定ベルダンディへ。封印されていたものは消滅した。よって強制送還は無効とする。ベルダンディ。ちょっと待って、まだあるわ。二級神管理限定ウルド究極結界魔法陣無断使用により30日メンテ。二級神スクルド漏洩したバグを消去するまで地上講習に変更するだって。うわあ、そうか、これをベルダンディに。ベルダンディ。守れないかと思った。約束？なんだっけ？もういいの。ケイチさんはちゃんと約束を守ってくれました。ありがとう。メリークリスマス。